キャンバーでございます。そして。ノーミルク砂糖で。どうも、どうも、やってまいりました。ミルワカ。今日こちら、どん、出ました。え、日本代表選手時点の番手表、ベテラン VS 若手。いやいやいやね、続報でも出していただきましたけれども、ついに出ましたね、新メンバー。そうですね。北朝鮮戦に挑む、長友選手、そして小川光輝選手が入ったということですね。そういうことですね。素晴らしい。はい。はい。ということで、じゃあ、この2人が入って、 であとはそれ以外にも田中青選手とか戻っ,てくる戻ってきたって感じになって、はいはい、じゃあどんな感じでこう番手表にこう変化があったのかなみたいなところをみんなで見ていければなというふうに思っており,ますりま、はい、色はかばちゃってますチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。 うん、まあ、あの、上に行けば行くほど、そのポジションの、まあ、格的なメンバーじゃないかなと思っていただければ、ということで、まあ、上の方から、まあ、呼ばれてる方な感じになってて、まあ、下の方は、まあ、これからとか、怪我に、みたいな感じで書いていたりします。はい,はい。で、黄色と黄緑で書かれてる方が、今回呼ばれてる方になって、ええまあ、オレンジは今回呼ばれなかったけど、アジアカップでは呼ばれていたよね、みたいな感じのメンバーになっています。<laughs> ということでじゃあ、各ポジション、ちょっと状況を確認していこうじゃないでしょうか。はい、まずはゴールキーパーです。うんうん、ゴールキーパーは野沢大志ブランドン君がアジアカップで呼ばれてたけど、まあ、怪我だったりとかで、年はあは旗の選手がもう正守護神な状態なので、1分も出てないので、やっぱり呼ばれませんでしたと。おそらく金曜日の、ね、アンダー23の方には呼ばれてるんじゃないかなと思いますけど。そいうん、うん、とことで兼ね金もありますもんね、今回はね。 そうなんだよね、えー、ってことで、大迫君がまあ入ったという形、はい、ですね。はい、まあ、もう、まあ、でもどう考えてもね、まあ、さあジャック・プいなかったけど、から怪我でしたから、うん、今もう、多分ん角は彼なんじゃないかな、第四かもしれないけどね。 ここでしょうと、であと、前川選手に関しては外す理由が存在しないんです、うん、確かにね。うん、そのまま入ったって感じでしょうね。はいはい、あとは今後は、今のところ、やっぱ怪我から戻って、ポルティモネスではずっと出てる中村康介選手が、たぶんこ中のどっかではまた戻ってくるんじゃないかなと思うので。うん あとは返答でね、この間の試合は他のキーパー戻ってきちゃったんであれでしたけど、ン、ま、ト、あ、でずっと出てるシュミット選手もいますし、はい、あとはゼルビアでね今出て谷く君なんかもいますから、このあたりがまた今年中では戻ってくる、ま,あ、また森保ジャッパーに入ってくると思いますが、と今とかもう、ね。かつてないほどの人数が。うん あと2週間ぐらい前にまさに報道あったけど年末にほらあのアジアカップ行く前の日本代表のもとで挨拶で訪れたあのオランダは一部ホレンダムの中田美桜選手もともとドイツで行けるならこのままノイアーのあたかを目指してってことを考えてたみたいなんですけどちょっと日本代表いいなって思い始めたらしくて、うん、日本代表選択しそうって話になってきてるんで,あそうなんですか より,うん、よりここやばいですね、<laughs> 活性化がね。ということになってきてますよ、これ。ポジション1個しかない中で。逆に競争が促されますということになりますね。そして次、センターバックはもともとは革命の1人は多分富安選手なんですけどね、このポジションね。まあ、なんだけど、怪我からまだ戻ってきてないので外れましたと。はい でそれ以外にも、この冬ヨーロッパに行った組で行ったら、コルトレイク行ったの藤井春也選手、はい、なんかもあの怪我だったりするので、まあ、呼ぶことができず、うん、まあ、どのみち北朝鮮戦2試合だしねっていうところで考えると、まあ、そのまま板倉、町田、谷口、渡辺という4名をそのまま呼んだという形になってます。そうなると、まだちょっと気になるのとしては、はいあのー、まあ、今までは別に良かったんですけど、うん 最年少で今年27の人になっちゃうってところになっちゃってちょっと年長になってきたなとは感じます、ね、確かにそうですねいや。一昔前の代表と比べたら全,全然ですはやっぱり20代前半そろそろ欲しいよね。前回が富安板倉っていたからね4年前だったら。うんうん、まあでもねそ次のワールドカップになったらそうなってくるん、ね、ですね <laughs> やっぱね。 あるあれみはコフィーショウタとかチェイス・アンリとかに早く来てもらわなきゃいけないところはあったりするかもしれませんでもただそんな年長年少とか言ってたらですけど、うん、え左サイドバックですね、はい、え大年長いやいや別格先輩別格 <laughs> さんいくつになったんですか今年い,いやいやいや素晴らしいですねこれはそうなんですよねー、はいー。お っていう感じでございます長谷部さんもねこの間ブンデス出てましたもんねおい国だ <laughs> ちょっとすごいですよね,ね,ね細物ですねすごいすごいことだねはい。まあっていうところで今、まあ、伊藤博紀長友佑都が今回呼ばれ今回、うん、呼ばれてないって感じになりますけどここは本当は中山優太選手がいましたからねだから、はい、彼もちょっとお怪我であのパリオリンピックのもしかしたらね オ、えーバーエージという話もありましたが、ちょっとそれも厳しそうというところで、3人目の矢が1回長友うとになりましたか、あとは森下選手とか三浦選手とかがまたやってくるかどうか、この注目のであとは右サイドバック、まあ、マイクマ・マスガワラで今回、佐藤的には常本選手とかもあるんじゃないかなと思ってましたけど、ここもちょっとあれですね、まず、あ、ね、移籍したての人ってあんまり森保監督呼ばないっていうのがありますけど、はいはい、橋岡君、呼びました。おーそっか 本当だ。もしかすると北朝鮮もちょっとイラクっぽさとか。ああ、パワープレイ気味のね。うんあ。やっぱ高身長、フィジカル。そうですね。あそこかお。そこ考慮して、ディフェンシブタイプのサイドバックを一人呼んだってのはあるんじゃないかなと思います。なるほど、なるほど。 橋岡君、んだくこれでいればね、長友選手、右のウイングバックとか、左のウイングバックとかも、それでね、あのやらせることはできるでしょうから、う、はい、まあいこと、そんなパターンもあるんじゃないかと思いなるほど、うん、<laughs> あと、中盤に関してはもう、言う必要性がちょっとないというか、まあ、番手そのまま、上の人たちがそのまま来ちゃったって感じなので。はいはいはい まあ渡る、竹青、森田、南の海舟で川村と、うん。いるね。いるね。で、<ー>ここでプラス本当だったら川辺、伊藤敦樹とかも本来だったら入ってくるぐらいのメンバーでしょうから、はい、タポジとの兼ね合いで呼べなかったぐらいのもいとここは誰かほかにけが人とか出ない限り、ちょっと置かないと呼ぶってのも難しそうなレベルですね。あと、まずちょっと、朗報っちゃ朗報がいはい、はい えー、アジアカップで怪我したのは旗手君、うんえー、今月末、うん、復帰予定だと。とおよかったよかった、そうなってくると、はい、このままいけば6月の次の代表の時にはまた旗手君見られるんじゃないかなと思いますから、また競争は危機化しますし、<ー>あともう一つ、朗報になってほしいなという意味での二つ目なんですけど、結局、やっぱり怒っちゃったのが、サッディ監督ですね、桝葉の、うんえー、辞任。あ 一応、アシスタントコーチの方がそのまま入ってきたってことにはなるんで、うん、どうなるかは分かりませんけど、もしかしたら今後またね、出場できる可能性がまた増えてくるとは思うので、はい、それ次第ではまた代表まで戻ってくるでしょうから、はい、まあちょっともうちょいここは待ちたいところではありますね。あとここまででポジションもそうすけど、うん ちょっと今回はあのザイオン・タケっていう、もともと東京オリンピックの時に呼ばれてる2人は今回もこっちの A 代表の方に来てますけど、はい、後で話しますが、細谷役に関しては今回、A 代表呼ばれませんでした、恐らく U23 の方に行くことになると思いますけど、そうすね、はいてか、ここで呼ばないと、じゃあ、アジアカップの時どうするんだって話もある意味なっちゃうので、うん、今回も A 代表とか、なんとかかけなく、たぶんそっちに呼んだってことなんだろうなと思いますし、オリンピック取んなきゃいけないですからねそうですね。<分> メメンバーを、ね、メンババーーををねねか権利それでそっち行ってもらって <laughs>、うん、あとは最終予選やってる間にまたパリオリンピック世代の皆さんはオリンピックを終えた後で、えで、ー、この A 代表の方に何人か合流してくるって感じになるんじゃないかなと思われますあそれ前に A の候補で言われてることがすごいんですよねすごいですからねはい、はい、間違いない、うん、あとはウイングのとこ見ていくと、まあ、こちらもそのままでは大前系と堂、えー、安、浅野プラス相馬選手が復帰ということになりましたと。はいはい ま、金子、平川、そのあたり呼ばれるかなっていうのもありましたけど、うんうん、ま、そこら辺は特に,になく、ま、順当に呼ばれたと。はい。 まあ、順当って言いましたけど、やっぱりね、北朝鮮戦っていうところで、まあ、ちょっと普段とも違う予想になったりだとか、阿部へ行くのもね、ちょっとなかなか難しい、練習場もちゃんと確保できてるかどうか、まだ不透明な部分はやっぱりありますから、新しい戦術とか、そこでなんか、新しい人入れて、ここがこうだよなんて、もうコンセス丁寧に言ってる場合じゃないですからね、今回は特に。呼ぶ必要性も呼ぶこともちょっと意味はなかったのかなと思います。はいはい。ただ、そん中で呼ばれたのが小川幸輝ということで。楽しみ。 それだけここは、アイウェイ・ダー選手ともに、もうフィニッシャーとしての役回りをだいぶ課される、まあ、そこは本当、重な役割、ポジションを与えられるんじゃないかと思うので、注目していきたい,い、うんはい。結果をね、今出してますもんね、内面編で。はい、そうですね。なん<ー>で、新戦力はね、まあ、さ、皆さん一応なんですけど、はい 僕はあの北朝鮮戦、今回2連戦やって、はい、そこに2連勝するようだと、もう最終予選は確定するはずなんですよ。そうすると、次、6月にまたシリア戦、ミャンマー戦ってのがあるんだけど、うん、あの要は、もう消化試合になるんですね、6月。だから、試すなら次でいい。 なんでそこになると思うのでうん、うん、今回で皆さんで勝ち取っていただき、はい、え今回本当は呼びたかったなみたいな例えば三田君とかその辺りは次で呼ばれるって確率の方が高いんじゃないのかなと思っておりまた親善試合みたいなの組まれるわけですかいや次はねしててまだ,ない,な,だ、ね、ないんだよねそうだよねあと9月以降はまた最終予選の普通の公式戦がずっと続いちゃうのでそうですよね,そうですよね そうだから、あれみでは消化試合にできる次で、ある程度、進展試合かんじゃないけど、ある程度こう呼べる人、呼んでるう今回、北朝鮮2戦0戦で勝てばもう決まっちゃうのに、ね、はあ、最終予選はそうか、そうか、そうか、ああ、なるほどな、そうそうああ、なるほど、だ公式戦ではあるけど、消化試合にできるっていうのがあるので、今回でどうにかしたいっていうのはあるです、ね、<laughs> そういうことですね。なるほど はいということでございました。うん、バわかりました。ありがとうございました。ありがとうございました。ということでございました。ミル赤カバイにしやってましたンネル登録、高評価ボタンでよろしくお願いします。ということで。お願いします。あ、北朝鮮戦どうなりますかというところでね、期待してまいりましょう。ということで、えー、今日もお送りしました。井上ありがとうございました。野美里でした。ありがとうございました。本日はでまたね。また,またです。